そろそろまあ電話してもいいかな。いや、なんでやねん。あ、これか。Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。今日は関西から特別なゲストが来ています。どうぞ。はーい。はーい。じゃあちょっと自己紹介してもらってもいいですか。 OK。 How are you guys? I'm Takoki. I teach real Japanese on my YouTube channelBy that I mean, I teach casual and conversational ways of speaking Japanese, like Kansai Ben, Kansai dialect. Kansai dialect is used in Kansai area, which has Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, and more. Thank you. ありがとうございます。たこあきのチャンネルは関西弁でこう日本語をそして楽しく教えるんですけど、今日はたこあきに関西弁を教えてもらって、その関西弁をたこあきの友達の関西人に僕が話したらバレるかどうかをやりたいと思います。関西弁って皆さんあんまり知らないかもしれないんですけど、結構関西弁とその標準語関東弁は結構違うんですよ。例えば、うん、お母さんプリン食べてもいいって、うん、なんて関西弁で言うの。あ、お母さんプリン食べてもいいは、これはもう関西では言わないね。あ、言わない。もう言わない。言わないね。そんなこと言ったら、あんたどこの子ですかって。あ、全然。あ、そうなんだ。もう帰りなさい。帰りなさいって言われる。そこが家なのに。あ、そうかそうか。関西弁では、おかんプリン食っていいかな。おかん、いいはいいでも使うし、それかプリン食ってええ。あ、ええって使うんだ。そうそうそう。あと食べるっていうのも食うになるかな。まあ男の子の場合と全然違うね。プリンしか。僕たちのイメージではなんか関西弁イコールこう面白い人とか、うん、なんかこうコメディアンみたいなイメージがあるんだけど、どう思う、それは。そうかな。まあちょっとなんか、まあなんていうかな、手前味噌って。難しいかな。めちゃ難しいから、まあ、手前味噌。え、ちょっとこんなん自分で言うのもないねんけど、やっぱり関西人の認識としてはやっぱり関西人の方が、まあ、面白い人多いんじゃないのって。まあそれはその通り。俺もそう思う。大丈夫ですか。それはもうちょっとそれはもう何も言えないかな。あの、確かに叩いてもらって大丈夫だね。そんなことないよって。そんなことあるよ。じゃあそろそろちょっと関西弁を勉強したいんだけども、え？え？かますやん。今日はたこあきの友達に、僕の学校では関西弁と関東弁の違いを研究しているから、ちょっとアンケートしたいんだけどっていう風にこうなんか聞きたいのね、うん、それをしかも関西弁で、うん、僕も一回もあの関西弁を勉強したことないので、とてもちょっと楽しみです、うん、学校で関西弁の研究をしてるんですけど、うん、アンケートしてもいいですか。それは関西弁で言うと、学校で、学校で関西弁の勉強をしてるねんけど、関西弁の勉強をしてるねんけど、アンケート、アンケートしてもいいですか。してもいいですか。そう、いいですかじゃなくていいですか。いいですか。そうそうそう。もうこれちょっと難しいな。待て待て。してるねんけど。ちょっと待って。日本人の俺でも違いがわからない。してるねんけど。してるねんけど。そう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 。学校で関西弁の勉強をしてるねんけど、アンケート取ってもいいですか。オッケーオッケーオッケー。いや、絶対今の良くないでしょ。今のはちょっと良くないでしょ。バレないか。バレないバレない。あ、バレないかい、うん、ちょっと、あー、まあちょっと若干癖あるなっていう。若干癖あるな。若干の癖があるなっていう。もう絶対バレるやん。これはいい。あ、今の違うね。今のも違う。あ、もうちょっと諦めていいですか。バレるやん、うん、そうじゃない、バレるやん、バレるやん。そうそう。あ、分かった。バレへんように頑張らないと。いやいや、もう標準語やし。バレへんように。あ、いいね。そう、完璧。頑張らんと。あ、いいね。あ、そっか。もしくはバレへんように頑張らな。あ、バレへんように頑張らな。そう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 。そろそろまあ電話してもいいかな。いや、なんでやねん。あ、これか。ちなみにあの、ま、すぐバレるかな、やっぱ。うん、結構ね、わかんのよ。わかるんか。わかんのよ。結構わかるんだ。わかんのね。じゃあちょっと最初ステップ1で、うん、携帯に書いて、うん、
それをこうすぐ言ってもらって聞いてすぐここに言うのでも大丈夫。大丈夫大丈夫。あ、じゃあ最初リピーティングみたいな、ちょっとカンニングみたいなね感じ。それでやってみよう。それでちょっとやってみよう、うん、じゃあチャレンジしてみよう。オッケー、よし。じゃあそろそろちょっと電話する準備でもしようかな、うん、じゃあ困った時は、うん、関東弁っていうか、なんだろう、関東弁でも大丈夫かな。変にアクセント入れなければ逆に。あ、逆にね、多分、うん、変にアクセント入れて意識しすぎるよりも関東弁の方がやっぱりこの初対面っていうのがあるから。あー、そうだよね、丁寧になるときは関西弁よりちょっと関東弁になるからね。そう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 。あ、なるほどね、わかったわかった。ではスタート。はい、もしもし。もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。あの、はい、学校で関西弁の勉強してるんですか。あ、学校で関西弁の勉強してるんですけど、はい、アンケートしてもいいですか。アンケートしてもいいですか。あ、大丈夫です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。確かに裏で全部言った。あ、周りの人が関東弁しか話してないとき、違和感ありますか。違和感ありますか。違和感、あ、違和感、そうですね。最後に僕は関西のどこ出身か分かりますか。関西出身なんですか。あの、関西出身なんですけど、ちょっと大阪じゃないんですよね。なんかそうですね、結構なんか1年で結構標準語をマスターしちゃって。え、そうなります。なりますなります。ダメか、やっぱダメだよな。ちょっと標準語めっちゃ違和感ありますよね。ああ、そうなんですね。え、関西弁はどうですか。関西弁しゃべって、今しゃべってます関西弁。あ、え、今しゃべってますよ。え、めっちゃ、え、変ですね。変ですか。ちょっともうバレちゃったんで、あの、僕もちろん、あ、僕あの関東の出身なんですけど、ちなみに僕があのずっと最初から関西弁でなんかバレてないです。あ、バレてないですか。バレてないです。ないですか。全然わかんなかった。あ、わかんなかったですか。標準語変やな思ったんで。あ、そうなんですよ。じゃあ、はい、もうバレるとかの前にそもそも関西弁だと思わなかったんですか。いや、どっちなんやろって思いました。どっちを演じてるんやろって。あー、なるほどなるほど。最初から結構標準語やったくないですか。あ、なんか敬語。え、ちょっとタコワキ、あの敬語だったらなんか関西弁全然喋んないから、ちょっとなんかね、なんか少し丁寧めに行くときは関西弁より関東弁を。あれみたいな。あれ、あの人ですか。あ、そう、あの人です。オノマップの。ありがとうございます。でもやっぱり行ったことありますかは全然あれじゃないですか。全然、もう最初からもう標準関東の人やと思ってました。あ、そうなんですね。じゃあちょっと足りないですか、これやっぱり。なんか、そうですね。あ、なんか。ちょっと頑張りますね。例えば僕がなんか、あ、僕は大阪の出身なんですけどっていう風に言ったら、ちょっと何ですかね、信じますか。その最初に言ったらそれで、多分話し方の感じでなんか、うん、声の高さとか多分。あー、そうなんですね。僕大阪出身なんですけどっていうイントネーションやったら、うん、あ、関東の人かなって。あで、なんか僕大阪出身なんですけどみたいな感じで来たら、うん、あ、大阪の人やなって、うん。今の違いも全然分かんなかった。そんな違うんだ。分からん。分からん分からん。俺分かるよ。俺分かるよ。分かる。あ、マジか。いいアドバイスを。いいアドバイスありがとうございます。あの、本当いろいろありがとうございます。電話していただいて。いや、楽しかったですね。楽しかった。僕も楽しかったです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうな。もうありがとうな。やっぱりちょっとね、あ、なんかちゃんと言ったことを言っても声の高さとか、まあイントネーション、イントネーションか、そっか。基本的にはやっぱり、まあこっち旗から聞いてても、うん、あ、違うなっていうのは。あ、そうなん、じゃあ教えてよ。じゃあ教えてよ。難しい、難しいか、途中で入るの難しいから。そっか、なかなかね、なかなかね、だから最初にバレちゃってますから。さっきのやつは最初からバレてる。そもそも関西弁喋ってるって思わなかったって言ってた。もう全然ね、ちょっとトライしてることも気づかれてなかった。そう、めっちゃ悲しい。もうさっきの練習時間何。じゃあやっぱり、
うん、そうだな。やっぱこうすぐ話すとバレちゃうから、なんかいいアイディアないかな。あ、それやったら、うん、例えばもう俺が最初に、うんうん、大阪の友達紹介するって言っといて。なるほどね、なるほどなるほど。それで関西弁にチャレンジすると。あ、じゃあ向こうは俺がもう関西弁喋る大阪人だって思って、そこからスタートすれば確かにバレるかバレないかだからね。そうそうそう。あ、それはいいアイディア。それやったら、うん、聞いてる方は、うん、関西弁じゃないなっていうこの違和感がない限りは、うん、気づかんはず。そうだね、違和感がない限りはない限りはね、ない限りそこが一番重要だね、ちょっとで、俺は何、もうノーサポートでいきなり、あの、もうサポートは一回なし、逆になしの方がもしかしたらいけるかもしれないなるほど、ね、逆にさっきもしかしたら俺がこの耳元で耳打ちしてたんが悪影響があったかもしれんと。あー、なるほどね。もう自由に、そう、自由にやると逆にもう自信満々にこうもう喋ると、そうね、さっきなんかテンション声の高さとか言ってたから、うん、そうそうそう、ちょっともうなんやねんみたいな感じでもう言っちゃえばいいんかなまあ多分今のなんやねんも違うのかなねまあでもそこはちょっとノリで、まあ、ちょっとうーんつってなんとかね、うん、ひっくるめれる、うん、ちょっとね、あ、もう変な、もう最後はもう変な大阪弁使いまくろ、もうそれでいこう、そうしよう、それでいこう。じゃあちょっと最初はこう標準語で話して、ちょっと大阪人だけど標準語を話す人で、だんだんなんかもうなんかなんやねんみたいなちょっと変な大阪弁を、ね、使うみたいな、それでどうかな、いいかな。あ、大丈夫、それそっちの方がめっちゃバレへん、大丈夫かな。あ、そう、本当、後から聞いてみて、なんか最初はわからんかったとか。あ、っていう可能性。そうだね、じゃあそれで行ってみよう、それで行ってみよう、よし、電話しようか。じゃあ次こそは頑張るぞ。もしもし、もしもし、おはようございます、おはようございます、おはようございます大阪の友達でさ、うん、あの YouTube やってる子って、なんかその日本語教えてんねんけど、うん、ちょっとあの、その日本人に電話させてほしいっていうことで。あー、オッケーオッケー。いい、ごめんな。じゃあちょっと。あ、全然、はい。あ、大丈夫。あ、こんにちは、はい、こんにちは。どうもこんにちは。どうもすみません。あの、はい、なんか僕 YouTube で、僕もなんか関西弁を教えてるんですけど、はい、はい、はいはい。でも今僕は今こう関東にいるんで、ちょっと何ですかね、こうあんまりアクセントないかもしれないんですけど、はいはいはい。まあちょっと関西弁のアンケートをちょっとしたくて。はいはいはい、しても大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですよ、どうぞどうぞ。あ、ちなみに関東って行ったことありますか？ありますよ。あ、なんかその時周りの人が関東弁しか話していない時、違和感ありますか？あ、あるっちゃあるっすね。あ、そうなんですね。どんな感じですか？どんな感じ、なんか、なんかスピード、話すスピードっていうんですかね、難しい。あ、なるほど。なんか大阪の人の方が結構早いですかね。早いですね、普通に。なんかスラスラスラっていう感じ で標準語はなんかちょっとよ聞き取りやすいけど、ちょっと のろいって言ったらちょっと言い方悪いですけど。あー、そうなんですね。ですよね僕もそう思います。はい、よく聞かれる質問で、あの関西弁 あの面白い関西弁を教えてくれみたいなのをよく言われるんですけど、面白い感じ、何が面白いと思いますか？なんか、まあ、なんすかね、チャーシューばきに行こうかとかすかね。あー、なるほどちなみに、その意味、あんま聞いたことないんですけど、どういう意味ですか？お茶しに行こうみたいな感じです。それはでも、その関西弁でもより大阪の中のちょっと違う、うん、あ、だから分かんなかったんですね。なるほど。あー、そうなんですね。そうなんですよ。あー、なるほど。ちなみに関東弁って話すことできますか？あー、話せないですね、関東弁は。なんか頑張ってみても全然話せないですか？いや、なんかなんやろ、やっぱだよとかは言うですけど、そのやっぱ関西弁のなってしまうとかかな。あー、そうなんですね。なんかすいません、なんかあの変な質問ばっかになっちゃったんですけど。全然大丈夫だよ。あの、なんか最後になんか、はい、僕は関西のどこ出身か分かりますか？
関西どこ出身？はい。いや全然わかんないです。あ、本当ですか？はい。何ですかね、ちょっと違うとこだなとか思ったりしましたか？思ったっすね。なんか関東の子が関西で話してるのかなと思って。その通りです。あー、バレちゃった。すいません、すいません。結構早いなんですかね、時に気づきました。いや、なんやろ、なんか無理やり喋ってるかも。ちなみに最初は僕こうなんですかね、なんか敬語の時はあの関西弁関東弁関係なくこうなん敬語は関西弁あまり使わないって聞いてたんで、なんか結構敬語を最初話してたんですけど、なんかだんだんちょっとこうなんですかね、変なアクセントを入れてみてたんですけど、じゃ最初はやっぱあんまり気づかなかったですかね。あ、最初は分かんなかったですけど、だんだんなんかですかみたいな、なんか上がってるから、普通だったら関西弁だったらですかみたいな、ちょっと下がるんですけど、あ、ですかをですかって上がっちゃったから、あれみたいな。なんかで、まあまあまあ、でもあとはもうちょい配信の話すスピードとかはやっぱり気にするんですけど、いや遅い人もおるんですけど大阪でも、あ、ちょっと話すスピードがちょっと遅かったから、そうですね、分かんないですけど、なんかなんていうんですかね、なるほど。やっぱ早く話さないと笑い取れないじゃないですか。あ、そうですよね。やっぱりやっぱり関西弁話す人はもうなんかお笑いのことを常に考えてるんですね。そうですね、やっぱ情報量を早く言いたいんで。あ、いっぱい言いたいから、なるほど。そうそうそう、めっちゃ面白い。そうなんだとか言ったら多分あの怒りですね。あ、そうなんですね。なるほど、そうでもまあまあでも分かるっすね。あ、そうなんですね。実はビデオ撮ってるんですけど、全然楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。え、ちょっと待って、それは合ってるのかな。合ってないんかい。全然ダメだ。じゃあ、ありがとうございました。でも本当に楽しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ、はい、じゃあまたお願いします。はい、ありがとうございました。はい、やっぱりダメだね。やっぱ難しいね。やっぱり今日あの関西弁喋ってみて、これはすぐなんだろう、真似はできないなって思って、日本人でもやっぱりアクセントが難しい。今日逆にあの教えてみてどうだった？教えてみて、なんかやっぱり言葉にするのが難しい。この違いっていうのは、違うっていうのもめちゃくちゃはっきりと違うっていうのは分かんねんけど、でもそれをなぜ違うかとか、どこが違うかって言われたら、どこが違うんやろって。なるほどね、そこが難しいんだね。そこが難しい。まあでも今日本当にあのこの楽しい企画をありがとうございました。ありがとうございました。 We also made another video on Takoaki's channel and the link is in the description down below, so check it out. Also, he makes videos about Kansai Ben and casual Japanese, so be sure to check out his channel too. 皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。